はい、こんにちは。どうですか？やってます？あのね、もうそろそろ5月の半ば過ぎたので、皆さんね、お手入れ、終わってね、受粉やなんかね、その辺も終わってることなのかなと思いますけれどもね、これから、どんどん夏に向けてレモンの成長期を迎えていきますんでね、その辺、まあ春から夏にかけてのね、お話をしていこうと思います。それではご覧ください。どうぞ。そうですね、夏の、まあ、成長期に向けて、これからどんどんレモンね育っていくんですけれども、その前にねちょっと嫌な、梅雨がありますよね。で、梅雨がある時、まあね、梅雨の時期ですけれども、雨がこう長め降るじゃないですか。どうしてもこう病気が出やすい。それとね、この枝の、まあ上手にね、こう剪定を済ませて終わらせて、こう風通しのいいような状態で剪定をされている方は、なかなかこう病気いってもね、風通りが悪くないので、そんなにこう気にすることもないのかもしれないんですけども、風通しが悪い木っていうのはね、すごく病気になりやすいので気をつけてくださいね。特に梅雨の時期で、梅雨の時期っていうのはできれば雨降ってる時、ひさしの下かなんかに置いてね、雨が直接かからないようにしてあげて、ちょっとその辺保護してあげる方がいいかもしれないですね。そういった形で、まず梅雨の時期、これからね梅雨の時期入っていきますけれども、その辺十分注意して、管理してあげましょう。で、夏ですけれども、夏もう肥料もあげてる方たちね、もう大体済ましてると思うんですが、春ね、肥料をあげてくださいっていう話でやってましたからね、肥料は終わってると思います。それと剪定も終わってると思います。それでお花が咲いて、人工授粉して、まあ、実がね、もう花弁が落ちて、どん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 実の成長が始まってると思いますけども、ここにね、今日あるのはね、これさ、サイパンレモンですね。サイパンレモンなんですけども、このサイパンレモンはね、今年初めて実をつけるんですよ。そんなもんで、ね、4つぐらいついてたんですけども、残念なことにね、ちょっと今、2つですね。2つ。ここにあるちょっと大きめのやつ。ね、この大きめのやつと、あとこちらの方にあるそれより一回りぐらい小さいやつ、これがね、このサイパンレモンでは、今年2つ確実に、まあ、大きくなるでしょうね。それでですね、葉っぱの枚数、いつも言ってますけども、葉っぱの枚数、葉の枚数をこう増やしてね、いろいろやっていくんですけども、この葉の枚数、1個のレモンに対して20〜30枚、こう数えて20〜30枚の葉っぱの枚数があるようにしといてください。この1個のレモンについて20〜30枚。ですからここね、2つなってますのでね、40〜60枚、まあ50〜60枚の葉っぱがないと、まあ美味しいレモンが作っていけない。作っていけないっていうのはおかしいですけどね、まあ木の成長なんですから。そういった形で、美味しいレモンをね、取るためにはね、だいたい1個の実に対して20〜30枚の葉っぱを確保しておく。でね、もっとこう実のね、こうジューシーなやつを作りたいんであれば、30〜40枚の葉を、まあ一つのレモンにかけてあげれば、それなりに成長はしています。それとですね、肥料、春先の肥料終わってることだと思いますけれども、これから夏に向けて、まあ梅雨終わって7月ですね、7月ぐらいになってきて、また新たに、春先に撒いてあげた肥料が切れていくと思うんですよ。で、おおよその目安ですけれども、自分の前ちょっと多くやったり、もう時折その木のね、状態を見ながらやっていくんですが、だいたい奇数、カレンダーで奇数の月に肥料を与えてあげるような感覚でいてください。まあ、3、5、7とかね、こういったような奇数の月に、肥料をあげる。そんで、肥料は一回にやたらこう大量にあげるんじゃなくて、ちょっと少なめに、ちょっと少なめに与えながら、あとは液肥でちょっと補ってあげるみたいなね。それとですね、この時期よく質問来るんですよ。コメント。
先日あたりもねちょっとコメント多かったんですけども、葉がどんどん落ちてしまうとかね、実がこう黒ずんできちゃったとかっていう、そういう質問があるんですけれども、まあ一概にね、レモンのこの成長期、まあそういったようなレモンのね、花が落ちたりとかね、葉が落ちたりするっていうね、こう現象起きますけれども、まあ実の落ちるこう生理落下とも言いますし、まあ6月にねこう入っていくんですよね。まあ今の時期5月ぐらいですか、5月の半ばぐらいにこう実が落ちたり葉が落ちたりってね、自然にこう落ちる、まあ、生理落下とも言いますし、純ドロップとも言います。そういったようにこう木が要は栄養が足りないとか、ね、水が不足しているんだとかって勝手な判断をして栄養が足りないんだろうってやたら肥料をあげてしまったり、水が足りないんだろうってやたら水をあげてしまったり、そういう部分は十分気をつけてください。ただ単にこう落ちてしまったから、これは、ね、何かが足りないんだっていうふうに自己判断をして逆に悪い方に進む場合ありますので、その辺は十分に気をつけてもらって、普通の日常管理で落ちていくものに関して日常管理をしていて、自分がねいつもこういうふうにやったらいいですよっていう部分でやっていながらして、こう葉が落ちたりするものっていう部分は特段こう特に病気がなければ、もしくは根腐れとかがなければそのまま置いといても大丈夫ですから、ちょっと様子を見るというのも必要性ありますのでね、その辺を、十分気をつけて、やっていってもらえればいいと思います。それとですね、夏芽かきっていう言葉聞いたことありますかね。新芽の芽に、ひらがなでかくって、ね、底辺でかくっていう場合もありますけども、芽かきっていう言葉聞いたことあるかもしれないですけども、夏要は夏にこう新しい、ね、こう新芽が出てバッと伸びるようなやつっていうのは、あまりこう花が咲いて実が取れるという芽ではないんですよ。そういった部分、こう真夏に向けてねこう出てきた新芽なんかは折ってしまっていいです。折ってしまって、芽かきをしてもらって大丈夫です。そのね、あまりこう先々でね、花が咲いて実がつかないっていうね、枝をどんどん伸ばしてしまうのは、まあ、肥料の無駄ってことはないんですけども、肥料を食ったりしますしね、ただしですよ、ただしこう一個の実を育てるのに光合成をするための葉が少ない場合にはそれをまあ生かすってことも必要ですけども、まあ、臨機応変にこの芽かきっていう方法もありますので、その辺、夏の要は出てきた新芽にはあまり実がつかないんだよっていうのも一つの、知識として頭に入れておいてもらうといいと思います。でね、これねこう二つになっててね、こうすごい可愛いぐらいなね枝の太さなんですけどもね、まあこういった形で、サイパンレモンがね、いやーもっか急成長中って感じですよね。そうするとですね、夏重要なのが水やりですよね。まあ特に水やりは重要になってきます。これからね、まあ6月7月に向けていってね、今まではねこう表面が乾いたら水をあげましょうっていう部分で言ってましたけどもね、こうあまり基準がわからない、結局レモンを始めたばかりであまりこうお世話の仕方がわからないっていう人は特になんのかもしれないですけどもね、まあ今の時期ですね、今の時期、まあ、表面が乾いたらあげる、ね、表面土の表面が乾いたら水をあげましょうと言った部分、それと6月になり、7月に参り、6月から7月にかけてぐらいですね、これはもう水を切らせないような形で、まあせいで2日に1回は最低でもあげられるような感じなのかな。まあお天気にもよりますけどもね、日差しにもよりますけども、だいたい2日に1回ぐらいは上げていくと。ほんでね、もう8月になったらばもう炎天下ですよね。そうなるとほぼほぼ毎日水をあげるようになってくると思います。それと、あまりにもこう乾燥がひどければ、やっぱりこう朝に晩にも
水をあげてくると思い、水をあげるような、状況にもなってくると思いますのでね、特に水やり、これから、どんどん暑くなっていきますから、管理の部分では、まあ、肥料もやたらこう自己判断で、あげすぎるっていうのも危険ですのでね、その辺、ちゃんと袋を見て、ね、何号鉢にはどれぐらいの量が必要ですよっていうのが書いてありますから、その辺をよく読んで、施してあげるようにしてください。で、今の言ったあの水やりですね、水やりの大切さって部分も、よく、ご理解した上でやってってみてください。それでね、肥料はね、こう最初こう上げていくのに関してね、3分の1ぐらいね、実際上げる分の3分の1ぐらいは上げておこうっていうぐらいの感覚で、まあ、若干少ないのかなと思うくらいの量でいいかもしれないですね。本当にあの上げすぎちゃって肥料焼けを起こすぐらいでしたらね、うん、若干足んないかな、これだと不足かなと思うぐらいで十分だと思います。でね、自分もね、先日ね、ここはあのね、分かりませんよね、それじゃね遠すぎて見えないっていう話ありますよねちょっとお待ちくださいね。このレモン、サイパンレモンね、ここにね、いますよね、大きい子がね、こんな感じでね、あのグリーンレモン、本当にツヤツヤ成長してきてくれてますね。とこちらもそうですね、こちらも成長してきてくれてます。それでね、あの摘果した場合、摘果して葉っぱの枚数に合わせて、まあ実をね取った場合には、それはそれでね料理に使えますので、ね、使ってくださいね。すだちみたいにね、こうパツッと切ってね、あお料理にかけたりするとレモンの風味しますので、それはそれでお料理に使用してみてください。それと、この今、鉢の部分、これちょっとこうやってあげるとね、鉢の部分で、ここ土にね、この辺施してありますよね。これちょっとね、先日、問い合わせがあったんですけども、まあ、この紅かけっていうものね、自分はよく皆さんにね、いいですよとお話ししてるんですが、まあ、紅かけっていうのはね、あの野菜やなんかにも実際使えるのでね、体に、人間には害はないっていうものなんですが、小さい昆虫に対して生態系を崩すというなんか話があるらしいですね。それに自分もちょっと読んでみましたけれども、書物を読んでいろいろ調べてみましたが、まあ、自分はこのレモンを成長させていくに関して、紅かけが一番合っていたのでね、よく紅かけの、おすすめしていましたが、こちらの方はね、紅か X。これ紅か X っていうのは、虫とね、病気に対して、作用してくれるものですね。こんな形で、それでね、肥料ももう施したのでね、今日も、外回り関係ね、お手入れしました。今日もね、先ほどまでね、ちょっとね、バルコニーの方で、お手入れ、鉢物の方のね、お手入れしてましたけれども、まあ、こういったようなね、豆にで、よく見てあげてください。ただね、これからですよ。旦那さんも奥さんもね、自分のこうチャンネル見てくださってる方、自分とね同年代の方結構多いんですよ。分かるんですねYouTube のね、こう、クリエイターの人たちは大体何歳ぐらいの人たちが視聴者で見てくださってるってことが分かるんですけれども、そういった部分で大体同じぐらいの年齢層、それ以上の方たちも多いですけれども、自分より年齢層が高い方が大体半分ぐらいかな。その他はまあ自分と大体同年代ぐらい。若い人結構少ないんですよね。若い人参加してくださいよ。ね、若い人たちもね、このレモンって面白いのでね、ぜひ参加してください。普通の、まあお花とかね、そういった部分とはまた違って、実が取れるのでね、結構楽しい部分ありますんで、ぜひよかったら参加してください。こういった部分で、こう、いろいろ今、お勉強、最中、まあ自分自身もでしょ。自分自身も勉強中ですけれども、
皆さんがこれから暑くなってくるとちょっと一つ気になりません？ね、この新型コロナの影響でこうマスクいつもしてるじゃないですか。マスクしててあまり夢中になって外日差しの真下にいるとこう白くなっちゃうんじゃないのかなって気になるんですよ自分。ね、すごくこれでこうやって白くなっちゃってあれどうしようっていうふうになっちゃったらば、ね、これ撮影するのになんでここだけ真っ白いのって、まあそうだよな、マスクしてるからって話ですけどもね。でもね、あまりかっこよくないなってなんか自分なりに気になるんですよ。去年の自分がこう YouTube、ね、こう YouTube 始めた頃のね、動画見てくださってる方もいると思うんですけども、去年ね、自分ちょうど夏頃、ね、スタートしてるんですけれども真っ黒ですよね。自分で見ても驚くぐらい真っ黒、ね、なぜかって、ね、外でちょっとエンジニア的な、仕事をやったりしますのでね、そこが真っ黒になっちゃう要因ですね。すごくこう気になります。それとこう皆さんもね、帽子、まあね、できればねこういう風な麦わら帽子、カールおじさんみたいな麦わら帽子じゃなくてもいいですけれども、今100均でね結構かっこいいデザインの帽子売ってるじゃないですか。ああいうのかぶってやるとね、こう結構こう日よけになっていいかもしれない。これからねどんどん日差しが強くなるじゃないですか。そうするとねこういうの、これよくありません？こういう、これね麦わら帽子ではないんですけどもね、こういったような帽子結構ね100均でも買えるんですね。びっくりしちゃう、本当に。これなんかこうしっかりしてるんですけども、これ150円ですよ、これ。ね、去年購入したんですけど150円。150円でこんなね、立派な麦わら帽子みたいなの買えるんですけども、こんな感じで、ちょっとね、やっぱり帽子をかぶって、外でやられる方、やった方がいいですね。熱中症の心配もしなくちゃなんないし、日射病の心配もしなくちゃなんないし、ましてや顔が真っ黒になっちゃうってね、そこ一番肝心そこ一番肝心なんですけども、顔が真っ黒になっちゃうので、ぜひとも帽子かぶってちゃんとしっかりと、レモンの管理してくださいね。お外、地植えされてる方、それとね、まあ、鉢植えで、栽培されてる方、ね、たくさんのね、レモン栽培の視聴者さん見てこられてると思いますけれども、よかったらね、今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。今度ね、来週もね、そうですけども、あ、ちょこっと、バイク買ったって見てもらいました。全然関係ないじゃん、ヒデさんね、みたいな。レモン栽培見たいのになんでバイクのね、購入動画が出てくるのって思った人いるでしょ。本当にね、何やってなんとはって。まあ、何やってかわかんないですけども。よかったらね、こんなおじさんなので、ぜひともまた、動画ご視聴になってください。それではまたお会いしましょう。はい、さよなら。